キクちゃんこすごい美味しそうです。食べたい。キクちゃんこの感想お願いします。キクさん今日はピシッとしてます。はい、ね、お腹見えてます。まなこさんからマセちゃんにプレゼントがあります。このケースが傷ついてもいるかもしれません。まなこさん手作りのあれです。なんだろう、なんだろう、なんだろう。今日可愛かったマセちゃんにこれから一緒に私で頑張りましょうな気持ちを込めて手作りマセちゃんキーホルダーです。可愛らしいサイズになってます。後ろはマセちゃん。あ、これから新しい新生ホットジュジュよろしくお願いします。ありがとうございます。黒に黒だから目立たないんだけど、ちゃんと編み込みもちゃんと刺繍でやってあるんです。なんか先輩がめっちゃ語ってるからなんか結構、ね、そうそう編み込みとか言ってるから、はい、見てそれの仕上がりの感想を言って。すごく似てて、とても嬉しいです。いいよ。田村さんと谷ホットシュシュリボーン決定している対戦カードを発表します。2つ発表します。では1つ目をお願いします。はい、モンゴル試練の晩年シリーズ第1弾シングルマッチ20分一本勝負ミスモンゴル VS ガキニャンカメン。ガキニャンカメン選手は北海道で活躍をし始めているハワイ子ちゃんなんですよ。でそれより気になったと思いますが、モンゴル試練の晩年シリーズちょっとご説明をしたいと思うんですけれども、私たちで考えて ねミスモンゴル選手には、はい、プロレス界でまだ発掘されきっていないご当地レスラー今後戦っていってもらおうと思います。ね、なんでモンゴルを選んだかっていうと、まだ誰にも見つけられていない状態のホットシュシュの選手とも戦えたわけじゃないですか、はい、モンゴルはだったらモンゴルは誰とでも戦えるなと思って複雑なんですか。なので、はい、モンゴル選手には毎回毎回あまり見たことないなっていう、こんないい選手いたんだって選手を発掘して、その相手をしてもらうっていうね、まさにホットシュシュの番人です、はい、モンゴルさん頑張ってください。モンゴルモンゴル選手と対戦することはないってことですか、はい、ホットシュシュの選手が、ね、なかなか発掘されればいいんですよ、あんたたちが。もう一つカードを発表しますよ。タッグマッチ30分一本勝負ゆずき&バナコバーサスキク誰だ&しのせアリさん。アイスリボンのね、篠瀬アリサ選手、なぜ篠瀬アリサ選手をホットシュシュリボーンで選んだのかを理由を説明します。ホットシュシュに足りないものは、それはアイドル。アイドル、アイドル、アイドル、なりふり構ってられねえんだよ。ホットシュに足りないものは借りてでも足す。しのせありさをアイドルとして使う。これは正式決定だ。いいね。そもそも決めた。決定。この2つのカードを発表しましたので、皆様6月29日
日はぜひ今年修理号にお越しください。よろしくお願いします。何私の試合ないですか。サウスのコードは何ですか。そうだ、かわいいぞ。やればいいじゃん。だ今イベント中だよ。業務に戻れ。はい、戻ってください。そうだね。乾杯。乾杯。負けるわけないじゃんかよ。アリサだぞ。なんか強気強気強気。どんな気持ちですか今。ホットシュシュのアイドルなので。ねえよ、アイドルじゃねえよ。アイドルじゃない。アイドルじゃないよ。チケットを買いたかった。ビジョンアイドルかな。なんかやっぱりアイドルじゃない。アイドルじゃない。バナナ、バナナ、可愛いって言ってくれたじゃん。練習生になったばっかりの時とか可愛いって言ってくれた。可愛いって言ってくれた。でもアイドルではない。アイドルではない。私もよしこさんに鼻があるって言われたんだよね。アイドルではない。アイドルではない。サマさん、お前はアイドルじゃない。アイドルではない。マセはマセ可愛い。マセは可愛くてアイドルじゃない。アイドルいけるよね。何がしゅうせあのアイドルぶりを見せる。確かに。まあまあ、ね、みんな見てね、ブリブリしてるから。でもあのラーメン祭りでバイ、うん、もうすごいなと思いました。なんかすごい、なんか、はい、見習うとこいっぱいあるよね。サービスと言いますか、お客様へのなんか気持ちっていうのもすごいなって思います。見習ってください。はいはいはい、はい、見習ってアイドルに今後なれる可能性はありますよね。私たちなりたい。アイドルの持ち主がなりたいか。なりたいんですか。全然私アイドルの別に。いいいいよ、ね、応援よろしくお願いします。菊ちゃんこです。美味しそうですね。美味しいよね。うん、美味しい。ねえ、美味しそう。唐揚げ、唐揚げもすごい美味しそうね。食べます。後ほどお伺いします。うん、美味しい。カフェは野菜全部食べてください。はい、ありがとうございます。はい、チャンネル登録よろしくね。新体制の大会を銘打ってね、これほど告知しているぐらいなので変化を見せたいと。やっぱり1年目と2年目は違うんだよっていう、新体制は違うんだよっていう変化を見せしたいので、なんかまあアイドルに憧れてるタナコをなんかなんかその、そうですね、バナコとタッグを組むのは久しぶりですけど、絶対に皆様にホットッシュは変わっていくんだなっていう覚悟をお見せしたいです。みんなお見せします。私はもう真面目にゆずばなタイプでかっこいいこと言ってささやかれてるんですけど、前回私に実はまだ初勝利がまだで、ゆずばなのタッグで伊月さんが勝ってくれたおかげでの勝利だったんですよ。今度のゆずばなの勝利はバナコが取ります。わー、バナコです。初めてなのでちょっとね、最近のアリさんの試合も見てないのでどうなるか分からないんですけど、なんかまあ噂によるとすごい頑張ってるっていうことで、まあ全然あのなんか初勝利とか言ってますけど、まあまだまだあげれないなっていうことで、もうめちゃくちゃにやってやろうかなって思ってます。応援よろしくお願いします。今は私は一人の男性。ああ、そうだね、確かに。それからマッチョ星来てください。
先週誰の先週ホット収集来てください。待ちしたい知らない人大丈夫です。来て対戦相手対戦相手もし日本語を話せるの分かりましたか。分かった OK 日本語上手日本語上手 OK。 いつまで行きます。すいません、お一人様ですか。はい、はい、ねえねえ、すごいこの絵がすごい。マセが後ろでご飯食べて食堂。はい、おいしいね。